本日は皆様の前で台湾の民族古典舞踊を披露できる機会をいただき大変嬉しく思っております。ありがとうございます。ただいま披露させていただきましたのは京劇、武術、体操を組み合わせた作品です。京劇というのは伝統的な古典演劇、歌劇のことでございます。屈強な体を持つ古代兵士の闘争心を表現いたしました。続いてご覧いただきますのは桃の花の喜びという作品です。桃園市は成田市と同じく国際空港があり、台湾の空の玄関口でもあります。この桃園という市の名前は桃の花の園と音も意味も似ており、美しい楽園、桃源郷を意味しております。この作品は桃の花と緑の葉を組み合わせ、国と国民の豊かな暮らし、平和、繁栄の幸せな状況を象徴し、また成田市の皆様方の平和と幸せを願うものであります。どうぞお楽しみください。